んこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は森谷ドラムスクール YouTube 校図書室ということで、これまで、僕が読んできた本の中で、まあ、これはドラムをやっていく上で役に立つんじゃないか、音楽活動をしていく上で、練習をしていく上で役に立つんじゃないかっていう本をご紹介させていただきます。今回ご紹介する本はこちらですね。超入門コトラーのマーケティングマネージメントっていう本ですね。フィリップ・コトラーさんという方がいるんですが、まあ、この方はマーケティングの発明者と言われる人物となってまして、まあ、このコトラーさんが提唱している、マーケティング理論っていうのが、まあ、多くの経営者の方とか、マーケターの方のね、バイブルとなってます。まあ、このマーケティング理論っていうのが、まあ、専門用語も多くてですね、まあ、何を言ってるかわからへんなみたいなっていうことが多いんですけど、まあ、この本はね、まあ、それを、マクドナルドっていう企業とか、まあ、スターバックス、アップルとか割と、まあ、僕らにも身近にある、まあ、実例を、噛み砕いて説明してくれてるので、すごくね、わかりやすい本となってます。で、まあ、そもそもマーケティングっていうものが一体何なのかというとなんですけども、まあ、この本の中にも書いてあるんですが、顧客のニーズに合わせて売上を伸ばすことっていうことらしいんですね。まあ、売上となるとね、まあ、お金に直結するんですが、まあ、僕たちで言うとね、まあ、YouTube の再生回数を伸ばすとか、登録者を伸ばすとかもそうやし、まあ、Twitter のフォロワー数を伸ばすとか、まあ、ライブに来てくれるお客さんを増やす、レッスンの生徒さんを増やすとか、まあ、結構いろんなことにね、当てはまると思うんですね。で、僕も過去にやってたんですよ。ライブイベントを企画して、なんかライブに来てほしいから、携帯の電話帳に入ってる連絡先すべてにね、ライブやるんで来てくださいってメールをしたりとか、あとチラシをね、フライヤーを作って、なんかライブハウスの前でこうお客さんを出待ちして、ライブに来てくださいみたいな感じでまあ配ったりとか、まあ、なんかそういうね、ことをこうやってたりとかしたんですね。で、まあ最初はこうね、友達とかもあ行くわみたいな、ライブあるから行くわみたいな感じで言ってくれるんですけど、まあ、それがね2回目3回目となるともう友達も迷惑してくるんですよね。そう、もうそのうちメールも返してくれなくなるんですよ。当然なんですけどね。で、マーケティングとはこのようにこう自分をこう売り込むっていうことではなくて、自然にそのお客さんの方からこの商品売ってくださいとか、ライブに行かせてくださいとか、レッスンに行かせてくださいとか、まあそういうようなこう状況を、意識的に作り上げていくことということなんですね。で、この本ではですね、チャプター分けして、まあ、いろんな戦略が掲載されているんですが、まあ、僕たちのようなこう自分の技術を売っていくような、人たち、まあ、バンドマンとか、まあ、個人でこうドラマーとしてとかもそうやし、まあ、僕みたいなこうレッスンをね、していくっていう方もそうだと思うんですけど、まあ、そういった方々には、まあ、この本の中にも出てくるんですけど、ポジショニング戦略っていうのが、まあ、当てはまるんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、特に今の時代ってね、SNS がもうすごく発達しているので、もう誰もがもう自分で自分を発信できる時代になってきてるんですね。だから、ライバルがたくさんいるんですよね。そこで、まあ、自分の魅力ですよね。自分の武器って、まあ、一体何やろなっていうことを考えたりとか、まあ、その自分の武器が、まあ、最大限に力を発揮する場所っていうのは一体どうなのかなみたいなことを、まあ、考えて、行動していくのがポジショニング戦略というものになると思うんですが、こういう感じでね、自分の状況に応じた、まあ、いろんな戦略っていうのが、まあ、この本では割と分かりやすく、いろんな実例をもとに、書いてあります。まあ、がむしゃらにやっていくっていうことはね、結構大事やったりもするんですが、まあ、僕の場合がね、もうもろにそうだったんですけど、気づいたらもうお金も時間もこうなくなってしまっていたりとか、本当にこう自分が届けたい人に届かなかったりするんですよ。まあ、完全にね、こう理論でうまくいくっていうことはもちろんないんですけど、まあ、こういうようなね、こう基礎を固めておけば、まあ、もし何かがあっても、まあ、それこそね、こうコロナがあっても、軌道修正しながら自分は一体こう何をどういう風に頑張っていけばいいのかっていうのが、まあ、見えてくるのかなと思うので、まあ、そのためにこのマーケティング理論っていうのを勉強しておくっていうのは、まあ、効果的かなと思います。まあ、好きなことを仕事にしたいとかね、音楽を仕事にしたいって思ってる方は、まあ、おすすめなんじゃないかなと思ったので、まあ、この本をご紹介させていただきました。ということで、また次回の図書室、楽しみにしていてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。